全然知らんおじさんやん。いやこの子は一回来たことある子や、ここに。ひょうろくさん一人で一回浅井企画から来て、ネタ見てくださいって言った来た子や。ひょうろくさん、あえーじゃなくて、いや、ね、どこから来たんですか。あの北区っていう十条っていう。めっちゃ遠いやん。ひょうろくさん、おいくつですか。あ、今年が32ですね。じゃあちょっと、じゃあ入ります。いいですか。何年目ですか。今年で8年目。あ、8年目よ。全然後輩やん。前もネタを見てもらいたくてこれだってことですか。はい、あの一回あの、対面だけさせていただきたくて。なんで。あの対面だけ。顔見知りっていうんですかね。顔見知りになりたかったんや。一旦どう接触していいのかがちょっと分かんなくて、じゃあもう一旦ちょっと事務所にお伺いしちゃいましょうって言って直接来たんや。その発想やばいっすけどね、はい、8年目で。別に森東に会いたいとかではないわけでしょ。もうそれは全然接触したかっただけ。そうです。来たらダメじゃないですか。だってもうこっちはもうだって帰ろうとしてたんですから。何なんその顔その修行僧みたいなやめてくれへん。そのえ、今日何されてあったんですか。あ、今日あのバイトをさせていただいて、どこですか。カフェでですね。カフェやってあのちょっと抜けた。で今中抜けできてんの。5時半から、あのちょっと予約が入ってて、カフェに、はい、でお客さんにちょっと電話して、18時からにしてもらえませんか。いや、お前めっちゃみんな抜けてるやん。もう帰らなあかんや。本当はちょっと帰りたいんです。なんなん。じゃあ、ひょうろくさん分かりました。じゃあ1分以内に手こけたら1万円、ね、車にうんこしてきちゃった。なんでうんこしたん。だって出そうだった。よーいスタート。出そうな感じはある。あ、ないです。膝痛いんか。膝痛い、自信痛い。バイトサボってるわけだからな。3、2、1、終了。はい、はい、お帰りください。さよなら。待ってこんな言ったよ。